日でも結構にぎわっている大阪道頓堀。今年4月、大勢芸場の足立社長は中日新聞の芸能記者で宮古町長さんとも親しい黒川光弘さんと大阪中座で出演中の町長さんを訪ねました。足立さんにとっては大須演芸場の席亭になって今年でちょうど20周年、宮古町長さんの友情出演という思ってもみなかった助け舟を得ることができました。はがきが偉いって言うてきたもんね。みんなね、みんなやめますやん。もう頑張ってやってくれてやると思って20年やっとった甲斐がありましたね。もう本当にいつ辞めても不審じゃないね。もうとにかく毎日毎日客は来んわね。でもまあ偉いもんすればってなんだかんだ言いながら首は食わずもこれ生きてきますな、人間ちゅうものは。この人は本当にもう貧乏の代名詞みたいでしてね。本当になりゃ本当にひどいもんですよ。発達すの偉いか僕らだけど新聞記者はこれほどの貧乏になると安心して付き合えるんですね。帰ってね、お金持ちだとね、なんか変なことがあったら、なんかもらって帰っとれへんとかね。まあせいぜいコーヒーですわ。いつも3人か5人ですからね。それをね、染井四郎さんから聞きましたね。まあそれつってもね、お芋を持ってきてくれますね。それでいつもどないしてもどないしても聞きますよね。昔はそれありましたでしょ、苗場市のところ、富士劇場、はい、その頃よく出てた人です、はい、でも、こうやっても来てくれはるからね。みんな聞いたらお客さんも少ないし、でまあね、メンバー見たら昔やっぱりたくさんのお客さんの中でやってた人でしょ。だからたくさんの中でやってもらいたい。染井さんいつも一対一でやってますからね。お客さん一人と染井さん一人で、それにやっぱせがないや。やっぱり芸人だから、うん、さんの中でやらせてあげたいでしょ。だからまあ私の夢でもあります。それから銭か、へ銭今一文もない。宮古町長さんの話に出てきた染井四郎さん、大須演芸場で月に10日間出演しています。染井さんは81歳、芸歴60年のベテランです。行列が通ったらね払う、大丈夫か、大丈夫だ。昭和20年代、染井さんは名古屋の名屋橋にあった富士劇場で何回かまだ苦しかった時代の宮古町長さんと舞台を共にしています。払う気あるのか、明日細川さんの行列が通ったら払う。染井四郎さんはかつて東京浅草の舞台で司会、漫談、講談とマルチタレントとして活躍していましたが、昭和25年名古屋へ巡業で来たのがきっかけで以後名古屋に住み着くようになりました。大須演芸場へは17年前から出演しています。私は嬉しかったことが一つあるんです。それってね、お客が3人の時やったんですよ。それから師匠辞めましょうって言うから、だってタダじゃないだろって言うんだ。じゃあやるよって言って、で私が舞台出たら2人帰っちゃったんですよ。そしたら私が前にやった時にもう見た人だから、私始まったんで帰っちゃった。で1人残ったんです。そしたら師匠5分ぐらいでいいですよって言うから、まさか5分だよね、ないですからね。私20分ちょっと喋りましたか。ほいであとまだ2本あったんですけど、これで終わらせていただきましたから、ありがとうございました、お気をつけてって言ったら、わざわざその奥さんが前に来ましてね、私中津川から来たんです、ようやってくださいましたって喜んで帰ったんです。こんな嬉しいことなかったですね。涙が出ました、嬉しくて。もう田舎周りの時は惨めなこといっぱいありました。だからそのね、年いった人に惨めな思いのままで、芸人として惨めなままでは気の毒やと思う。久しぶりでバーッとね、派手なとこを思いっきりやれるとこを作ったようないかし、できればこれからも、まあ、私じゃなかったら誰かを入れてあげたいとか。
私はもう20年貧乏に耐えて雇って本当にこんなありがたいことになるとは夢にも思わなかった。もうありがとうございました。本当さてこの日の模様は早速中日新聞に載りました。町長さんからの申し入れで入場料金はいつも通りの1800円。5月15日、当日は混雑が予想されるため往復はがきで申し込めば先着順に入場できますという記事が出ますと、大須演芸場にははがきが連日どっと寄せられてきました。大須演芸場の定員は200名ぐらい、1日2回公演で400名。しかしはがきはとっくにその数を超えてきています。これねまだ来るんですわ。だからおそらく他にまだね当日になれば必ずこういうハガキ以外の人が100や200は必ず来るんですよ。ともう1000人ははるかに超えると思いますね。とても1日じゃ無理なんです。これは怖くちゃいます。だからいやいやそれがね不思議なことにこういうことをまあ向こう様に報告したら、それじゃあもう15日1日だけでさばけんもんならもう1日16日まで残っていや2日やろうかということになってるんです。ありがたいことですよ。ほんと2日間やっていただければ、こんなありがたいことですね。追加公演まで引き受けた宮古町長さん、その陰には町長さんの並々ならぬ名古屋への思い入れがあります。宮古町長さん、大阪の人と思われがちですが生まれは東京、それも生粋の下町っ子ということです。お父さんと昭和の初め大阪に移り、7歳の時から町長さんを座長に宮古屋町長一座を組んで全国各地を旅回りします。そして大須の宝座にも何回も出ています。また戦後の昭和20年代の後半、今度は再婚したばかりの南都裕二さんと漫才コンビを組んで納屋橋の富士劇場に出演していました。まだテレビの夫婦前座が始まる前の苦しい時代でした。私にもいろいろ思い出がおありのようですな。ここはね、前、ああまあもちろんこんな橋ではなしね、ええ、あの木の橋でしたよ。ああ、そうですか。うん、ああ大きな橋でしたね。で、我々知ってるのは納屋橋饅頭、ね、あそこにありますけどね。あっちに、饅頭なんかありますな。ねえ、ここは懐かしいところなんですよ。ああ、うん、ここでね、一番大きな思い出言うたらね、非常に私がその仕事に困り、お金に困りしてね。え、そんな頃はあれやったの？当たり前ですよ。え、でその時ね、ああ、ここにその庄村さんというね、興行師さんがいてありまして、非常に芸人の面倒をよく見てくれる人で、そこを訪ねてきましたんです。ああ、お金借りにね。うん、今のあんたやないけどそ仕事で来られたやらしいね。いや仕事にも来たんやけど、その、うん、南都裕二さんと二人で急に来たんですよ。